コーナーはこちらでございます。じゃん。はい、またもや、絶品マックスでございますけれども、今回は絶品マックス総集編ということで、ミカチュウと一緒にですね、今までの絶品マックスについてを振り返っていきたいなと思ってるんですけども、こちらね、最初にね、見てる方もしかしたら今まで絶品マックスって言ったらどういう風に始まってるのか分かんない方もいらっしゃるかもしれないので、今までは絶品マックスって言って紹介されたらミカチュウのね、プロモーション映像じゃないって、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、あれイメージ映像じゃないけど、私が紹介する、そう、ミカチュウが茨城マルシェに行って商品を見つけてそれを皆さんに紹介しますよっていう、コンセプトで毎回ですね、あの番組で紹介していただいたので、ミカチュウがこう茨城マルシェにこう行って、そんで茨城マルシェの商品を探して、でこれに決めたっていうのをね、 VTR を撮って、そう、お届けしていたんですよね。はい、そう、振り返れば、今はちょっとね、あの茨城マルシェさんとのそういう形でやっていないんですけど、どうでした、振り返ると、いろんな商品やってきたと思うんですけど、そうですね、でも毎回商品が変わってたので、お店の中の毎回楽しかったですね。どういう意味するって言いながら、そうだよね、本当に毎回あんな中ある中でさ、そう、よく商品これにするって決めてたよね、あれなんで大変でしたね、結構、だって、気分でしょ、気分これがいいかなぐらいの、ね、そう、で、しかもそれをさ、こうちゃんみをマックスでやるんですって言って、茨城マルシェの皆さん、いいですよって言っていただけてね、本当にありがとうございました。なのでね、皆さん、ここら辺に来て茨城マルシェさん書いてありますけど、ぜひ、茨城マルシェどこに行けばあるんだっけ、銀座一丁目でございます。あの有楽町からも歩いて行けますし、銀座一丁目からも歩いてもすぐにある茨城マルシェ、レストランもね、ご飯美味しいですよね。美味しいし、あの納豆バーがおすすめな、ね、納豆バーって言えばいい、あります、そうです、納豆バーですね、いろんなお野菜もね、茨城のお野菜も食べ放題ですし、本当におすすめなので、皆さんぜひね、足をお運びいただきたいと思います。でもしもね、レジでちゃんみをマックス見たとか言ったら、もしかしたら何かね、あるかもしれないけど、ないかもしれないけど、あるかもしれないね、あります、じゃあ。なんだけどさ、ね、その数あるその、今までのちゃんみをマックスの中の絶品マックスの商品ね、こう、数あるゲストの皆さんと一緒に、ミカチュウと共に、ご紹介してたわけなんだけど、今回は、今までそのミカチュウいろんな商品見てきたと思うし、その今までの商品の中のおすすめじゃないけど、絶品マックスベスト3みたいなのを、総集編だし、口もなかったけど、やっていきたいなと思うのですが、フリップにいろいろと書いて置いてるはずなので、置いてあるはず、ベスト3から一緒にこう紹介していきたいなと思うんですけれども、じゃあ第3位からいきましょうか。第3位はどどん、じゃじゃん、こちらでございます。バラバラだね。そうですね、やっぱり私はね、田舎梅干しっていうのにしたんだ。私は納豆手巻きでございます、これね、多分ね、これ言われてもね、見てる人分かんないと思うから、文字だけじゃ分かんない。じゃあ納豆手巻き、手巻き納豆か、手巻き納豆、一体どんな商品だったのかっていうのをね、このミカチュウの、あの VTR、そっちを見ようかな。本当ですか。 VTR どうぞ。皆さんこんばんは、小杉美香です。このコーナーは私、小杉美香が茨城県のアンテナショップ茨城マルシェさんの注目商品をご紹介する、そんなコーナーでございます。では本日も茨城マルシェで絶品マックス紹介しましょう。絶品マックスとは、チャミオの妹ミカチュウが銀座にある茨城県のアンテナショップ茨城マルシェに並んでいる多数の商品の中からこれだとビビッときた大注目商品を取り上げご紹介するコーナーです。さて本日はどんな商品がミカチュウアンテナに反応したのでしょうか。
手巻き納豆これに決めました。ご試食どうぞ。時の言葉が全ての始まりで、はい、まみかちゅうが、うん、納豆手巻き紹介していた VTR しか流れてないんですけどもこれに決めたしか言ってないんですけども、はい、この商品みかちゅう食べた、食べた、どうだった、味は美味しかった。なんかこれは美味しかった、美味しかった、簡単です、うん、いいよ。これはなんか、うんうん、結構途中からというか、うん、最初からいつもあった商品じゃなくて、うんうん、で私もちょこちょこマルシェ行ってこう、うんうんうん、おこれ新しい商品だとか見てるんですけど、うんうん、その中でも結構新商品出た時に気になってた商品、おこちらね、うん、手巻き納豆、まあ、発酵食品の糸引き納豆、あられネギ、からし、醤油を使用して、うん、手巻き納豆風に焼き海苔を巻いた、うん、松福オリジナル商品だというね。まあでも本当納豆食べてるみたいなんだよね、うん、あられなのに、うん、サクサクしてね。で、ね、これをね実際に食べてる映像も、はい、ちょっとだけご紹介したいので、うん、そちらも VTR もじゃん。あ、うん、じゃあいかがですか。まあ美味しい、うん、美味しいです。いただきます、うん、はい、じゃあ神の声さんも。これこそ日本酒じゃないの、うん、そう、だから先週の日本酒がここにあってほしいんですよ。で、つまみにこれを食べたいという。はい、ちゃんとあります、どうぞ。はい、まあ松村監督、天心の松村監督が、まあ、美味しいっていう、うん、食べていて、まあ、つまみに最適だという。そうですよね。そう、ご紹介していたのが、はい、ミカチュウの第3位の、はい、納豆、手巻き納豆ですね、はい、手巻き納豆でございました、はい、でちなみに私のね第3位が、そう、田舎梅干しっていうのはね、はい、これね、昔ながらの田舎梅干しって言って、うん、株式会社吉田屋さんの梅干しなんだけど、はい、これもね、うんうん、昔ながらの梅干しでして、はい、あ、そうだ、あれだ、なんでもない、なんだ、梅干しは1830年からこうね、お作られている梅干しで、梅は有名ですからね、茨城、そう、茨城と言ったら梅、うん、梅でございます。なんだけど、ゲストの桜井由香さんと一緒に食べたんですけれども、うん、はい、ね、その時の映像がやっぱりあるので、はい、そちらも見てみましょう。あ、いただきます。そんなに酸っぱいんですか。一口でいきました。一口でいきましたね、きっと。酸っぱい？え、酸っぱい？涙出てきてません？大丈夫ですか？大丈夫ですか？飲んでいいよ、お茶。お茶飲んでいいよ。え、そんな？ちょっと、そんな100、190年の歴史がある吉田屋さんの梅干しはそんなに酸っぱいのですか？いや、お前試食したか？これ。じゃあ私、私もいいんですか？食べてみてください。はい、じゃあいただきます。香りが梅干しですね。そしてね、お塩がね、ちょこちょこっとこう梅干しにね、ついてる感じがいいですね。じゃあ早速。いや、考えるべきだったね。昔ながらっていう言葉が味がある程度予想するべきだった。うん、ちゃみよ、ほら、うん、うん、酸っぱいうん、酸っぱい。すごい、私今まで食べた中で一番、うん、すごいしょっぱいよね、うん、塩の、これ非常にね、うん、酸っぱかった。酸っぱいやつなんですね。酸っぱい、しょっぱい、しょっぱい、しょっぱい、おいしい。なんか梅干しもね、ああいう梅干しって、うん、マルシェにもいろんな種類あるじゃないですか、うんうん、梅干しだけで。そう、あ、中でもしょっぱい系の、そう、もうお塩。いや、昔ながらだからやっぱりさ、こう梅干しって最近の甘かったりとかおかかとかあったりとかする、うん、蜂蜜とかあるけど、うん、保存するぞみたいなそういう本来のみたいな、そう、うん、梅干しだったので、ね、なんかすごく覚えているのがこちらのね、田舎梅干しでした、うん、はい、じゃあ続いて2位をそれぞれ見ていきましょうか。2位はですね、私はこれにしました。いきます、はい、せーの、じゃじゃん、
トマト羊羹、羊羹とシソドリンクでございます、はい、じゃあトマト羊羹も、うん、いやミカチュウサイドだからミカチュウのトマト羊羹紹介の VTR をいこうかな。どどんじゃん。はい、もう爽やかな夏の映像でございましたけれども、ね、トマト羊羹やっぱりね夏っぽいよね。そうですね、羊羹、うん、これは常にあったのかな、なんか、うん、常にある常にあるかな、うんうん、そう、すごく美味しくて、うん、なんか気になってはいたんですけど、なかなか、うんうん、なんていうんですかね、自分で手に取るには難しいというか、うん、まあ、挑戦するのに。そうだよね、トマトの羊羹だから、ね、そう、どんな味するのっていうのがやっぱあると思うので、やっぱお隣にメロン羊羹と、うん、あと芋羊羹、うん、さつまいものやつとか、うんうん、いろんな種類が並んでるから、うん、この中だとやっぱり無難なとこ行きそうだなと思って、うん、でもあえてのトマト羊羹でもやっぱ食べたらすっごい美味しかった。そう、やっぱホコタの甘えるっていうね、あの高級なミニトマトを使ってる、そう、すっごい甘いトマトがそうで作られている、うん、まあ、こちらは亀印製菓さん、はい、の、 あの羊羹でございましたけど、うん、これもね、あの食べてる様子があるので、はい、ドン。サクッと。どうですか？いただきます。いつか感想どうですか？美味しい。ちっちゃい声でしょ。ごめんなさい。美味しいです。うん、トマトの味がすごくしっかりしてますね。うんうん、しますね。濃いトマト、ミニトマトよりもなんか本当のトマトみたいな味がします。だってミニトマトも本物のトマト。美味しく、うん、はい、食べておりましたけどね。美味しかったです。美味しかった。他にもでもほんといろいろな種類のね、あの羊羹も、羊羹結構出てると思うんですよ。うん、梅花羊羹とか、うん、あとちっちゃいやつね。そうそうそう、可愛らしくていろんな種類あれ美味しかったですね。さつまいも抹茶とか、うん、あと梅とか、うん、あとそうですね、まあいろいろありましたね、うん、そうとか、あと県庁羊羹とか。ああ、そうですよね。そうそうそう、いろんな羊羹茨城県にありますので、うん、皆さんぜひ、はい、ミカチュウはこうトマト羊羹がおすすめだと言ってますので、おすすめでございます。ぜひココタブランドのね、うん、なんでしたっけ、甘えるトマト、はい、ぜひ皆さんもねお試しいただければと思います、はいはい、そして私はね、シソドリンク、はい、シソドリンクというのを取り上げました、うん、これね、地元の常陸太田市で作ったシソを、まあ、使ったシソドリンクなんですけれども。シソドリンクって全国にありますか？全国にあると思う。おー、なんか昔から、うん、なんか実家とかにあったから、シソジュースとか、シソジュース、うん、だから地元のなのかなって思ってた。でも、シソ多分茨城県美味しいですね。美味しいからなんだろうね。これ美味しかった。なんかこの混ぜ方もいろいろ、水と一緒に割るとか、うん、お酒だったり焼酎と一緒に割るとか、いろんな割り方があって、ね、うん、これだからもうお子さんからもう大人まで、うん、そう、甘めなのでね、お子さんも絶対美味しいって飲めるし、すごく美味しく、あの、うん、この時はソーランドラゴンのお二人がですね、うん、一緒に飲んでくれたんですけれども、うん、その時の映像も見れるかな、どうですけれども、早速じゃあ試食いただきます。いただいてもいいですか？どうです、どうです。お、なんか思ったよりそこまで酸っぱくないね。でも飲みやすい、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 こういう感じ。綺麗な色してますね。うん、綺麗な体に良さそう、はい、うん、綺麗な顔してるだろう。これですね。大丈夫か？すみません、先週のちょっと引っ張り。これ美味しいね。美味しいです、美味しいです、うん、そう、すごく美味しいっていう風に飲んで。なんか夏がね、さっぱりしますもんね、うん、夏に飲むとね。これでもお湯でもいいよね。あー、いいですね。きっとね、焼酎お湯割り、しそ、いいね、飲みたいね、飲みたいね飲みたいね飲みたいね。いいな、マルシェにありますので、はい、ということなので、うん、皆さんぜひお買い求めくださいませ、はい、これね、JA 茨城みずほさんが出している商品ですかね、うん、はい、はい、では流行る1位を、流行る1位をお互い紹介していきたいと思いますけども、数ある紹介した中から、うん、これ結構重要だと思うよ。そうですよね、ミカチュウのおすすめ1位みたいな感じになるからね。そうですね、そうだよ。じゃあ1位はこちら、じゃじゃん、あ、プチクリ、プチクリと納豆チップルでございます、まあ、茨城県ならではの商品をね、うん、私は
あ、そうですよね、納豆チップルいただきました、うん。ムカチュープチクリ、これなんでプチクリが良かったの？プチクリは、うん、なんかいつもマルシェさんであの試食が出てるんですよ、うんうん、そのぐらいあのそれで毎回スタッフのおすすめっていうのが出ていて、うん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 、すごい人気がマルシェの中でも人気のある商品 で、うん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 、でちょうどなんかあのなんていうんですかね、秋で栗のシーズンだったっていうのも余計にあるんですけど、うん、これに触れる機会が多かったっていう。なるほどね、うん、だからミカチュウがこうねプチクリって紹介してる時の VTR 今出るかな。プチクリこれに決めた、ご試食どうぞ。すごく嬉しそうでしょ。もう栗好きなんです、ね、でもめちゃめちゃ美味しいよね、これ甘納豆なんですけれども、そうそうそう、本当に美味しくて、砦にある小川製菓さんのね、はい、甘納豆、見た目はあの洋なんていうのマロン、なんていうんですか、マロンなんだっけ、グラッセ、あそうマロングラッセみたいな、ね、みたいな感じなんだけど、うん、洋酒とかのそういうなんかじゃなくって、うん、甘納豆なんだよね。そうなのでね、本当に美味しい。茨城は栗のね、生産量も多いですから。1位でしたっけ？1位で。そうですね。まあ、私、あの、笠間市が隣にあるんですけど、うんうん、笠間が結構栗、有名で、うんうんうん、栗、昔から食べてたっていうイメージがあったので、余計に1位になっております。砦ですけどね、こちらは。でも、うん、栗美味しいよね。美味しいですよね。秋になると栗食べたくなる、ね。やっぱり食べたいですよね。モンブラン食べたい。食べたい。で、ちゃみおさんは？はい、で私はね、うん、はい、リスカさんの納豆チップルをあげさせていただきました、うん。まあね、常総市にあるあのリスカ株式会社さん、もうまい棒とかいろんな作ってる会社さんですけれども、もう納豆チップル美味しいですよね、これ。もうなんか本当に納豆食べてるみたいな、うんね、これ結構その茨城出身じゃない友達も好きで、うん、マルシェにこれ売ってるって聞かれた時があって、うんうん、あ、そんなみんな好きなんだと思って、ね、でもさ、うん、これスーパーでも買えたりとか、牛久じゃないや、茨城県だったらするよね、きっとね。あ、本当ですか？売ってないかな？売ってんのかな？多分売ってると思う、まあでも、あの確実なのは茨城までしてるね。まあそうですよね、うん、ぜひお買い求めいただきたいと思いますけれども、これも食べてる姿が、うん、あれかな、さっきのプチクリも食べてる姿が、多分ね、美味しそうに食べてる姿があるので、うん、ヒデさんが食べてるのかな、プチクリ。ちょっと見てみましょう、じゃん。どうも。クリ、クリ、クリ、小川のプチクリ、クリ、サスイ、サスイ、なんだこれ、クリ、クリ。口に入れるととろける、とても甘いけど最後まで甘みは残らない、意外にすっきりしてる栗してる栗すっきりしてる栗、止めにくい小川のプチクリ、ありがとうございました。なんか美味しすぎて歌作っちゃってたからね。さすがですね。でね、納豆チップル食べてるのは、つくば FC のトミーさんです、ね、はい。気になるお値段はいくらだと思います、うんうん、え、これ結構サイズ的にはちょっと大きい、 48g 入ってますよ。 48g 200円はするかしないかぐらい、うん、残念残念、もっと高いの、もうちょっと安い、安い130円ぐらい、もうちょっと高いんです、150円、もう一声160、もうちょっと低い157円、惜しい、もう一声158円、ビンゴ おめでとうございます。え、何この海苔、うん、こちらもすごく美味しく、うん、はい、皆さんで食べさせていただきました。本当にね、まあ多くの商品を紹介させていただいたんだけど、はい、え、すごくね、うん、いっぱい紹介したんだけど、はい、もう今ベスト3ベスト3だからもう6個しか紹介できないんだけど、そうですね、もう他にも本当にね、いっぱい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 紹介されているので、うん、あのそちらはね、うん、ぜひあの今までのチャンミューマックスを、そうですね、見ていただいて、上がってるのも、うん、ぜひぜひチェックしていただきながら、ゲストの方のこのね、うん、チャンミューマックスのさ、すごいところってさ、はい、台本とかあるじゃん、はい、特にあれだよね、
コメントお願いしますぐらいしか書いてないじゃん。もうさっきもまあガムせんべい食べたけどさ、全部ゲストの方の本当に思ってることが出てくるから、ね、うん、味に対しても本当に、はい、本当のことを出すし、うん、でもなんかこうなんていうの、そのまま伝えてるので、はい、反応をね、そちらもチェックしていただきたいなと思います、はい、ゲストの方の素顔も楽しめるので、うん、今までこういろんな豪華なゲストの方、茨城の方が出てますので、はい、ぜひチェックしていただきたいと思いますね。はい、そうどうです、なんかミカチュウ、いろいろと見てきたけど、そうですね、なんかやっぱり紹介しやすい商品とかをちょっと手に取ったりとかが多かったんですけど、うんうん、食べやすいものとか選ぶことが、うんうんうん、なんだよ、でもあのマルシェだとなんか冷凍のものだったりとか、うんうん、ちょっと紹介しにくいものがあったので、そうだね、そう、これはなんかお菓子類は多かったです ね、全体的にはやっぱりなんかね、うん、アイスあったじゃん、うん、アイス買って帰ってきたら溶けてた、そうなんですよ、そう、そうなんですよ、そういうのがあって、でもそれを固めて出してそれ、美味しいのかな、良さが伝わった、美味しかった、美味しかった、みんな美味しかったです、そう、なんかなんとなくね、紹介しにくいものもやっぱりあの、うん、作業的なものがね、うん、あったんですけど、そういうのもマルシェにいっぱいあるので、うん、お野菜も売ってますし、うん、ちょっとここで紹介できないお米とかもね、そうだね、炊くのみたいになっちゃうので、そうそうそう、とか、あと、そうそう、まあ、お酒とか、お酒とか、そう、私たち車だからなかなかここでは飲めないですけども、でもありますので、ね、ぜひ皆さんね、手に取っていただきたい、そうです、でね、うん、今ミカチュウこうなんか手に取りにくいとか言ってたけど、はい、うん、実は、うん、実はあの実際にねこう、うん、紹介しようと思って、はい、茨城マルシェさんにご提供いただいたのを、うん、ちょっとあのゲストさんをお招きしてやるからね、はい、こううまくにこうどうやって出したらいいんだろうっていうふうに思って、実際にね放送できてないし、あとのです、なんだろうということでこちらです、はい、じゃん、絶品マックスとは、キャミオの妹ミカチュウが銀座にある茨城県のアンテナショップ茨城マルシェに並んでいる多数の商品の中からこれだとビビッときた大注目商品を取り上げご紹介するコーナーです。さて本日はどんな商品がミカチュウアンテナに反応したのでしょうか。くでみかんの皮を使った珍しい七味つくばふくで唐辛子、こちらにします。ご試食どうぞ。はい、というわけでですね、ミカチュウが手に取ってくださいましたこちらの商品ですね、つくばふくれのふくれみかんを使ってる七味ふくれ唐辛子なんですけれども、確かにこれはゲストさんにね手出していって言ってこれ、ね、舐めていきなりいけないですよ、ね、できないでしょ、だからね、うん、今回は、はい、総集編の絶品マックスなので、うん、はい、ちょっとこれを使ってなんかクッキングしてみたいななんて、おお、なるほど、思ったので、はい、ちょっと準備タイム、イエイイエイ、じゃんじゃん、はーいという感じで多分ねマイクの都合上入らないので、ね、入らないのでちょっと下にかがませていただきながら、ね、まあ、ちょっとねエプロン姿になって一緒にクッキングをしていきたいなと、いいですね、いいでしょ、うん、でもね私お料理できないのですごく簡単なレシピをですね、はい、今回ご紹介したいと思います、はい、必要なものはこちらに出てるのかな、書いてあるかな、じゃあですね、はい、あのもう簡単にできるものですのでね、うん、はい、まずこちら野菜炒めのセットあるでしょ、カット野菜、本当に簡単なやつがありましたね、あ、
ダメだった？あ、全然全然。いや、本当はね、もやしと人参とかキャベツとか、はい、そういうのバラバラにね、うん、買っていただけるのが一番いいんですけども、まあ、今回はね。そう、でもこちらね、あの株式会社朝日物産さん、あの、うん、茨城県大稲葉市の会社さんのですね、はい、カット野菜をお手軽でございます、はい、お手軽でございます、はい、これを用意しています。はい、そしてあとはですね、まだございますよ、まあ胡椒と、はい、お塩と調味料でございますね。そう、そしてね、本当はね、うん、お酒少々って書いてあるんだけど、それはお酒少々使っていただいて、使っていただいて、あとはこちらの、はい、先ほどのをクレニカのですね、そうです、をね、簡単に、うん、さっきのあれですけども、うん、あ、これは便利な、ルクエでございますね。これはルクエじゃないけど、偽物だけど、 ありますよね。そう、もう100円均一でも多分売ってると思うんですけれども、うん、電子レンジでですね、もうチンするだけで簡単に、そう、簡単にできるので、これをね、うん、まず、もう料理番組みたいでしょ入れて、はい、入れまーす。カカカカカカ、もっと切ったりとかすればよかった？大丈夫じゃないですか？そう、しんなりするからね。そう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 。で、チャ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 。はい。はい。そして、胡椒。少々。塩。少々。少々。はい。これ大丈夫かな？いいのかな？いいのかな？いいのかな？心配になってきちゃったよ。大丈夫。そしてこちらの福で唐辛子ですね。そうです。福でみかん美味しいですよね。ちっちゃいやつ可愛くて、これをチンしていきましょうね。チンしていきます、はい、これはですね、あの何百ワットだったかな、800ワットで1分、うん、はい、はい、いってらっしゃい、はい、レンジに。できました？はい、できました。レンジでチンして、パカッ、お、湯気が見てるかな、しんなり、しんなりしました。お、これね、万能ですね。そうなの。でね、うん、この鶏皿に、はい、盛り付ける前に、はい、こちらの筆で唐辛子、はい、じゃあどんぐらい入れるんですか？もうお好みで、お好み適量です。さっさっさっと、うん、OK。 そしたら、はい、これをですね、中身をよく混ぜて、よし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 よ、でね、はい、これ簡単でしょ？簡単すぎますよ、うん、本当はね、お酒が必要だったんだけど、うん、お酒はね、みんな入れてください。そう、各自入れていただいて。おー、唐辛子いい匂いですね。ね、ほらね。ほらね、できた。はい。できた、できた。じゃじゃーん。完成でございます。じゃじゃーん。はい。じゃあ早速、はい、絶品マックスですから食べてみましょう。はい、福で七面を使った、七面七味、はい、福で唐辛子、はい、まあでもこちもね、お御霊のね、うん、そう、茨城です、ね、はい、食べてみましょうよ。いただきます。いただきます。すごい唐辛子、うん、何で笑ってるの？なんかどう？あ、でも唐辛子もうちょっとでもいいかも。本当？ちょっといただきますね。あ、でも一粒一粒結構ピリッとくるからいいかもしれない。唐辛子って感じですね。結構きません？うん、うん、粒がもうちょっと味濃くてもいいかな。塩？うん、お塩かな。あの、いつでも入れていいらしいので
いつでもね、はい、いつでも塩は味塩コショウ足していただいて、でも七味ピリッとしてて美味しい。そのままちょっと舐めてもいいですか、うん、これみかんあれですかね、うん、この粒でもみかんわかりますよね。うん、これそのままだとやっぱ辛いんですかね。どうなんですかね。でもみかんの皮の味がするね。うん、膨れみかん、あ、本当にみかんの色、地味な作業だよこれ。はい、いただきます。うん、香りがみかんの香りがする。柑橘っぽい。うん、みかんだ、本当にみかん、膨れみかんの味がする。あ、本当だね、そんなに辛くない気がする。そしてうんうん、なんかちょっとなんだろう、柑橘のおしゃれな味がこう混ざった、うん、これあれですね、あのけんちんそばとかにいいですね、うんうん、おうどんとか、うん、あったかいの、うん、おすすめです。おすすめです、うん、というわけで以上絶品マックス総集編ということで、はい、クッキングしてみました。してみました。私エプロンしただけだったね。まあいっか、まあいっか、レンジだし、はい、レンジです。でした、でした。はい、ではあっという間に時間が過ぎていきましたよ、はい、お、あっという間でございますね。あっという間に時間が過ぎてしまって、はい、本当にこの絶品マックスの総集編は私たちのクッキングで、はい、終わりを迎えようとしてるんですけども、はい、以上絶品マックス総集編でしたけど、はい、どうこの感じ丸投げですね、うん、この感じ、うん、でもちょっと調理したりとかも面白いですね。今後やったらどうですか適当な、まあいいですけどね。でもあの調理もね、うん、あの電子レンジで簡単にできますからはい、うん、料理得意なので、うん、ん、あれ、うん、まあはい、というわけで以上絶品マックスの最終編でございました。はい、はい、というわけで、うん、あっという間にですね、はい、もうお時間があらこんなになっている、うん、ですけども、ミカチュウ、はい、なんか告知かなんかが。告知ですか。告知はですね、うん、あの最初の方に言いましたけれども、うん、あのいばき屋ステーションさんの方で、うん、朝と夕方の、うん、お昼と夕方の放送の、はいはい、エンディングテーマにさせていただいている、うんうん、私たちクロエアのピノキオなんですけれども、はい、そちらがですね、うん、2月の5日より、お、昨日、おととい、そうですね、うん、iTunes music.jp Amazon の方で、うん、配信がスタートされましたので。え、ね、それってどういう風に配信できるようになるの。配信しますって。え、それね、普通に配信しますって配信できるの。いや、あの、いろいろとこう許可があったりとかする。許可、許可、わかんないけど、アマゾン配信のこのいろいろ登録というかする、手続きの方を。え、じゃあそれだってさ、私がさ、勝手にさ歌歌うじゃん、うん、でもそれをさ、配信できるわけじゃないでしょ。どうなんですかね。できちゃうの。どうないでしょ。いや、どうなんですかね。だからそういうなんかやっぱりルーツがあるんでしょ。うん、そうだと思います。うん、で、はい、それで配信されると。はい。すごーい。今まではその楽曲の方なんですけど、うんうん、あの CD の方はライブの時だけ、うん、あの販売している形だったので、うん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 、皆さんあの聞くチャンスというかゲットするチャンスはあんまなかったんですけれども。うんうんうん、そう、 YouTube の方でもあのショートバージョンだけピノキオの方を流してるんですけど、うん、フルバージョンはもう CD をライブで買わないと聴けなかったんですよ、うん、それでようやく2月5日からフルバージョンで配信するので、いわきらステーションでちょっと聴いたことあるよっていう方はね、うん、フルで聴いていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。きっと出てました。はい、ブログだったりツイッターの方でも、うん、いろいろ情報載せてるので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います、はい、お願いします。あ、そんなあっという間な、はい、今回第1回目のミカチュウの登場のね、はい、絶品マックス総集編だったんだけど、はい、次回もねまだチャミオマックスいろんなコーナーあるから、はい、ミカチュウに一回来てお手伝いしてもらいたいなと思うんですけど、いいんですか。いいですか。いいですか。え、いいですか。イエーイ、やったー見てる皆さんにもちゃんと、もしかしたらこの辺の人が、うん、あ、お前らって言ってこのコンビちょっと見すぎだわみたいな、見飽きたみたいな言われるかもしれない。でも、でもね、うん、あのミカチュウとぜひお届けしたいと思いますので、はい、来週も
ックしていただきたいなと思いますね。はい、大丈夫だったかなって。大丈夫かな、あれだけど。でもどう、こういつもと違うこの2人の空間、スタジオの。でもここもやっぱり何回も出させてもらってるので、うんうんうん、だんだん慣れてきましたね。あ、うん、本当この空間も慣れてきましたね。ちょっとずつでも変化あるでしょ。ちょっとずつね、いろんなことが変わってる、うんうん、最初はこういうのがね、今照明があるんだけど、うん、ライトがね、照明最初蛍光灯だったとかね。そうで、なんか一時期真っ白だった時ありましたよ ね。私たちちょっと反射がすごかったみたいな、うん、いろいろ模索してね、黒板あったりとかもしましたもんね。した。黒板は何に使ってたっけ。ここで使ってたの。とか、あといつの間にか顔が変わった。顔が結構ね、でもそれはあんまり言うたんですけど、もやもやっとしましょうね。でもなんかいろいろとね、うん、4月から放送していく中で、はい、チャミオファックスがどんどん変化していって、はい、進化していって、2月の。はい、節目を節目を迎えてるわけでございますけれどもね、はい、まあでもこれからもまだ続きますので、はい、ぜひね楽しんでいただきたいと思います。なので来週はあのうろ覚えでお絵描きのですね、総集うろ覚えでお絵描きの総集編を、はい、お届けしたいと思いますので、皆さんぜひお楽しみに、はい、ということで今回はね、はい、茨城県の桜川出身の小杉美香ちゃんと一緒に、はい、チャミオマックスお届けしました。皆さん今週もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もぜひぜひ見てくださいね、はい、じゃあねー、バイバーイ、バイバーイ。チャミオマックス。